今回は、フリーの海と題して、フックピアスを作る動画やで。ちなみに色付けしてないと見せかけて、ちゃんと着色料を使ってるで。そして今回はモールドを使うで。何型っていうかわからん形のモールドやで。クリアレジン液を流し込んだら、エンボスヒーターで気泡を処理。ここからは早速装飾タイム。まずはパールブリオンを配置。そして、キラキラ輝くシェルを少々使うで。シェルを配置したら、ワイヤーを用意する。奥さんはワイヤー大好きなんやで。指圧棒に、くるくるくるっと巻きつけて、カットする。ちなみに今回使ったワイヤーの幅は、0.2 ミリやで。そして奥さんがワイヤー加工を頑張っている間にお知らせタイム。ご主人が謎の体調不良で、編集作業に遅れが出てますが、根性で動画投稿を継続するので、今後も応援よろしくやで。高評価やコメント、チャンネル登録が励みになるので、皆様何卒よろしくお願いします。さて硬化したら着色タイム、宝石の雫クリアカラーセットの、霞、から、打ち水色を使うで。なんとも形容しがたい色でんなぁ。どう表現したらいいのか。濃いお水、みたいな感じかな。語彙力なさすぎて泣けるー。気を取り直して、打ち水色を、モールドに流し込もう。打ち水といえば夏とかに、家の玄関の前に水をまいて、ちょっとでも涼しく過ごせるように工夫してたよねー。クーラーの涼しさには勝てないけど、風情があったよねー。テイツの時代の話やねーん。とまあ懐かしい話はこの辺で。あとはフックピアスパーツを接着して、完成やで。ここで全然話変わるけど、先日ご主人からプレゼントもらったで。組み立て式の、3階建ての僕の家やで。組み立てるのに3時間かかったらしい。1階はトイレ、2階は食堂で、3階が寝床やでー。木でできてて、住み心地最高。というわけで今回は、僕のお食事タイムを大公開。最後の最後まで楽しんでいってね。それじゃまたねー。登録してにゃー。